生産の時を持っていきたいと思います。ごめんなさい、主の祈りでした。すいません、主の祈りをご一緒に祈ってまいりましょう。主の祈り。天にまします、我の父よ、願わくは皆を甘めさせたまえ、御国を来なせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力との境とは限りなく何時のものだ。それでは人心情です。人心情。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみにかかり、三日目に死人の地でよみがえり、天の森、全能の父なる神の右に座したまえ、賢く生きられて、生きる者と死ねる者とを恐れたのは、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖の交わり、罪の許し、あなたの身がえり、常しえの命を信ず。アーメン。それでは、久保田牧師に導いていただいて、聖餐式を行います。それでは聖餐式の時を持ちたいと思います。聖餐式はイエス・キリストの十字架の死を告げ知らせる式です。この教会においてはイエス様を信じて洗礼を受けている方、またイエス様を信じて洗礼を望んでいる方はどなたでも聖餐を受けることができます。ですからそういった方はぜひこの聖餐を受けていただきたいと思います。それでは今日のこの聖餐式のためにお祈りします。お祈りします。愛するイエス様、今日のこのヤング礼拝の聖餐式をありがとうございます。主よ、どうぞこのパンとブドウ酒、またブドウジュースを祝福してくださり、御からと御父上の祝福と恵みをどうぞ一人お一人のうちに主が豊かに表してくださるようにお願いいたします。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。それでは、引き続きですね、共に、罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。それではお願いいたします。イエスはパンを取り、祝福して後、これを裂き、彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。それではイエス様の体を共にいただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。それではイエス様の血を共にいただきたいと思います。
祈りします。愛するイエス様、この聖餐の恵みを感謝します。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アメン。